番最初に22歳の時にお好み焼きと出会いましたね、はい、食べるのは好きやけども経営するのは関わるのは嫌だ、実はこの嫌だというのが今のチブを作ってるんです、はい、社長ですらお好み焼きに携わることを関わることを嫌だ、恥ずかしい、かっこ悪いと思ってる。だからそこに働く従業員はもっと恥ずかしい、もっとかっこ悪い。お好み焼き企業にならないのは当たり前だ、はい、お好み焼きいくら人手不足、従業員募集しても来てくれなくって当たり前であれば、じゃあ従業員が胸張って自信持って誇り持って働けられるようなかっこいいお店を作ろう、かっこいい会社になろう、はい、これが今のチブになってるんですね。改善とか改革とか、いわゆる大変やっていう、大変っていう言葉ありますけど、大変っていうのはこれは字のごとく大きく変われって書いてるんです、はい、これ改革と言います、はい、大きくよう変わらんのであれば小さく変わったら、これ改善って言うんですね、はい、で私はお好み焼き改革から始まっていったんです。嫌だ、はい、じゃあ従業員が胸張って自信持っていい店を作ろう、うん、それから2店舗目からも会社にしたんですね、はい、で会社にしよう思ったら社訓とか経営理念とかあるんですね、はい、お好み焼き屋で何が社訓や何が経営理念やとか思うんやけども、会社やってやってるやん。で独自の経営理念であったり社訓であったり、はい、というのをこう編み出していくんですね。編み出していくんですけども、これらは全部嫌だっていう発想ですね。今ブランドとして3つあるじゃないですか、はい、一般的なその普通のチボーというお店と、うん、プレジデントチボーというお店と、はい、あとエレガンスチボーという、はいはい、この普通のチボーでも普通のお好み焼き屋さん、一般的なお好み焼き屋さんと違う、うん、やっぱり店作りっていうのをこれやってらっしゃいますよね、はいはい、いわゆるプライドを持って仕事できるようなそんな環境、はい、人って環境で育つっていう、はい、そういう思いも一方であったんで、自信持って誇り持ってましてプレジデントっていうのは、あれは残念ながらお客様には大変申し訳ないですが、お客様のために作ったわけじゃないんです。あ、そうなんですか。あれは従業員のために作ったんです。なぜならば、はい、こんなベーシックのお店で40、50になってカウンターでお好み焼き焼いてたり案内してたら、多分本人は納得してくれるでしょうけども、やっぱり結婚して子供できた子供がお店に来た時に、うちのお父さんカウンターでなんか汗だくになってね、そんな姿見た時になんか惨めにならへんかしらん。そしたらちょっとコックをかぶってピシッとした感じの、そういうお店でカウンターで立って焼いてる、これはもう職人です、はい、そういう姿見た時には子供は誇りに思うやろうな、そういう思いがあったんですね。そうです。だからいわゆるいい店を作ろう、それからその人たちが年いっても働けられる、そんなお店を作っとこう、うん、私ども3つがあるんですけども、これは3つ3本の矢ですけども、はい、その中の一つはまずお客さんの満足、はい、お客様のご満足、従業員の幸せ、従業員の幸せ、それから会社の発展、この3つなんですね、はい、言ってみたらいわゆる従業員が幸せでなかったら、接客するの従業員ですから、お客さん満足せえへんやろな、うん、あるいはお客さん満足しなかって会社の発展はない、はい、会社が潰れかけてんのにお客さんの幸せ満足や従業員の幸せはありえない。だから3本ともどちらも三方よし、はい、というその経営をやらなければ、はい、創業当時さあここからスタートしました。でまあ1年も経たないうちにガガガ伸びていきましたですね、はいはい、だからその時に
お客さん、私は現場にお店に出てますから、お客さん喜んでんのやろか、満足してんのやろか、味もそうだし値段もそうだし雰囲気満足してんのやろか。でお客さん喜んでもらうためにはこの体でできるサービスだったら僕はどんなことでもしよう、はい、その時に前味中味後味っていうのは誕生するんです、はい、一番最初に来られた瞬間の味、前味、お好み焼き、焼きそば、メニューのそのものの味、中味、はいはい、後味っていうのは来店されてから帰られるまで関わった人の味なんです、はい、この3つが揃って初めてまた来るね、で来てもらった時に本当にありがたいという思いでしたですね。でここのお店、この本店ですね、この本店も店長を作ろう、はい、で店長を作って、で私は現場から去ったんです。なるほど、もう経営に、経営、これから多店舗展開にチェーン展開していく、はい、そのためには私がここにおったんではダメだということで、上の事務所に引っ込んだんですね、はい、途端にお客さん、マスターはって、でおりませんから、いてない、はい、食べないで帰 る、 あ、なるほど、人の力でやっぱり呼んでいた部分っていうのがあったんですね。そうですね、だから要するにお客さん つけるためにはどうしたらええのっていうのは徹底的に叩き込みましたね、はい、根掘り葉掘り教えました。ほんなら3ヶ月目ぐらいからガッガッガ伸びてきたんですね。で1年経った時にはもう全く関係なく、その時に改めて、あ、チェーン展開できる、これで経営者です。